青年連盟は、大正時代に、長野県に存在した、社会主義青年団体、不戦運動を積極的に推進した。大正デモクラシーの影響を受けて、長野県下稲郡金江村のハブ37と、大田主ゲルは、従来、校長や村長、軍長などが独占していた、青年団長を、一般の青年団員から排出する、自主化を施行し、次第に、 社会問題に目を向けるようになった。大正11年3月、早稲田大学文化会の社会問題講習会に参加し、山川近藤から社会主義理論を吸収して帰郷し、直ちに近隣町村の青年を集め、同年5月に下稲文化会を結成し、同年9月24日には、新興階級の歴史的使命の遂行、青年会員の思想転換、 資本家と無三者の対立矛盾の最後の帰結を一般会員に知らせるとする考慮を掲げた大衆組織として自由青年連盟を創立した。同12年1月13日には自由青年連盟の幹部18人がカール記念の日の準備ために参集し、指導者の荒井国之助の定義で社会革命の遂行を期して規約を決定、下稲文化会をライルに改組し、 ハブと今村国を山田良一を執行委員とし、会員は200名に及んだ。同年2月には、下稲軍青年会や南新総年団、天竜労働団などと共同して、治安維持法の原型となった過激、社会運動を取り締まり法案反対と、普通選挙の即実現を求める G 運動を行った。同年4月20日から帰還し、第一線を完工し、 第7号まで発刊したが、すぐに発禁となった。また、飯田新聞印刷工組合遊戯会を設立し、労働運動の指導にあたり、同年5月の命令の後、大太郎は、京都の全国無産青年大会に出席し、全国的連絡が拡大された。一方、大漁を脱回した横山賢治、平沢刑事は、下稲軍青年会長の杉山健一と共に、 上田自由大学に触発され、飯田に新南自由大学を設立した。大正13年3月17日には、関係当局により、会員19名が、治安警察法違反で検挙された。この事件は、長野青年共産党事件として、日本共産党の検挙の後、地方共産党組織として検挙したと報じられた。 また治安維持法の制定推進の根拠として盛んに利用、検弁された。これをきっかけに特別高等警察が長野県にも設置されることとなった。10月21日には結社の禁止命令を受け4ヶ月の予診集結で7月に出所。多くの者が上告して法廷闘争に臨んだが、同14年に大審院の上告帰却で実刑が確定した6人が、 服役した。出所後、病気の療養に当たった、ハブ以外の5名は、同15年に、新州大衆新聞を創刊し、昭和14年の強制的新聞統合まで、継続した。残されたメンバーは、北原亀次を代表とする、政治研究会下稲支部を結成し、運動を継続た。文書活動と、文青年会共催の講演会に重点を置き、 反軍国主義や青年教育自由化などにわたり、生死助行員、下級軍人、小学校教員、小作人組合にも働きかけた。塚田正九 1974P269 塚田正九 1974P270ABCDE 古川佐田夫 1997P304 街道の日本史 26P188 ABC 塚田正人も 1974P 271古川貞夫1988ピアニッシモ267269ありがとうございます。